石井良一、筆子記念館は、東京都国立市屋川三丁目の滝の川学園に、ある歴史的建造物、展示施設。知的障害者福祉分野の歴史的依存として、貴重であり、国の登録有形文化財となっている。運営者は、社会福祉法人滝の川学園。石井良一、筆子記念館は、日本で最初の知的障害児者教育。 福祉施設である滝の川学園が1928年東京府北豊島郡西室賀も町から当地に移転した際に本館として建設された木造2階建ての建造物である教室、行動、学園教室などを備え長らく校舎として利用されたが老朽化により閉鎖され1994年には解体が決定したしかし 当時の国立市議会議員で後に市長に就任する上原き美子や学園職員らがこの決定に反対し2000年当時の吉村正司理事長以下経営陣は本館の保存、修復を決定した。そして有志らが本館保存修復事業募金を支える会を発足させ、それにこうした学園当局も当館の前身となる福祉文化室を 法人本部内に設置し、1000人職員を配置した。2002年には、本館が、国の登録有形文化財に登録された。2007年、個人や、教団関係、企業などから、多額の募金が寄せられ、修復工事が着工された。2009年に竣工石井良一、筆子記念館と命名され、学園の米川里史常務理事が初代館長に、 発令された。記念館前の広場には、1937年に、秩父宮洋人氏親王節子妃が学園を訪問したことを記念する記念碑がある。記念館1階は、建物中央部に玄関があり、玄関ホールには、日本の知的障害児者教育、福祉の父と称される滝の川学園創立者、石井良一の共像のほか、東大の理事長が、学園に寄贈した、 石井良一、石井筆子、渋沢栄一の肖像画が掲げられている。1階の旧、教室部分は石井良一、筆子の遺品や学園が保有する資料の展示コーナーになっている。館長、学芸員、ボランティアのいずれかがガイドに当たる。2階は中央部に大行動があり、学園の行事や講演会、研究会、公開講座等多目的に利用されている。 なお、2018年12月6日に、秋人天皇、美智子皇后が行幸計した折には、当館1階の旧、教室の一室にご休み所が設けられた。国立や立川周辺の史跡探訪イベントの集会スポットにもなっていることも多い。2017年度には年間の来館者数が700人を超え、2018年度には1000人に達した。ありがとうございます。